東洋放送は1964年から1980年まで存在していた大韓民国の民放ラジオ局および民放テレビ局である。東洋放送のルーツは後に韓国の大手財閥となったサムスンの出資により1964年5月9日に開局したラジオソウルに遡る。ソウルでは文化放送、東和放送に続く三局目の 民放 AM ラジオ局であった。周波数は、中波 1380kcs であったが、後に2度の世界的中波再編で 640kHz、639kHz と変遷。同年の12月7日、東洋テレビジョンが、ソウル第7チャンネルで、韓国初のテレビ局だった、旧大館放送を引き継いだ、ソウル中央テレビジョンに次ぐ放送を開始した。 この5日後には、富山でもテレビジョン放送を開始。翌1965年6月25日、ソウル FM 放送株式会社が FM ラジオ放送を 89.1MHz で開始した。同じ年にサムスン系列の新聞である中央日報が創刊されたことに伴い、同年8月16日、ラジオソウルは中央ラジオに東洋テレビジョン級社は、 中央テレビにそれぞれ名称が統一された。しかし、当時 KBS を運営していた政府から民間放送に中央という名称は不適切ではないかという意見が出され、1966年8月15日、名称を東洋ラジオ、略称 TBC、東洋テレビ、略称 t b c t b に再び変えることとなる。同年中、この両者が 経営統合の上、前日のソウル FM を九州合併し、東洋放送となった。また1974年には、当時の韓国放送界のトレンドとなっていた、新聞、放送の経営統合という流れを受け、中央日報と合併して、株式会社中央日報、東洋放送になった。当初は韓国を代表する民放として、 文化放送と並ぶ人気を謳歌していたが、韓国の放送界における視聴率の競争を始めさせたという批判もある。1960年代以末に日本で放送されたアニメ黄金バット妖怪人間ベムは東洋放送の子会社東洋動画がアニメーション制作を担当した。また1972年には日テレのオーディション番組スター誕生が 初の海外特集として同局で公開録画を行ったこともある。他にも海外のアーティストもゲストとして登場することもあった音楽バラエティ小々は人気番組だった。1980年クーデターによって失権した全都官政権によってマスコミ統制のための言論統廃合が断行され東洋放送も 同年11月30日に閉局された。テレビラジオ局は、公営の韓国放送公社がその事業を引き継ぎ、KBS 第2テレビジョン、KBS 第3ラジオ、KBS 第 2FM となった。その最後の放送日である1980年11月30日の夜、東洋放送テレビでは、お別れの特別番組が放映され、ラジオでは夜11時の 夜を忘れた、あなたに、で、司会者のファンイニョンが、涙声の国別番組が送り出された。これは政権による強制的な党廃合であるが、建前としては自主的な党廃合であったため、政府からは、悲壮感や涙ながらの内容にならないようにと注文されたという。当時の有名司会者、ホチャムは、トーク番組、膝打ち同士の2008年3月12日放送分で、 東洋放送の国別放送で多くの歌手が泣いて涙の海になってしまった。特に、ユナはこの放送で泣いたことでしばらく放送局への出演が停止されたと語った。この当時の詳細なコメントについてはこちらを参照されたい。言論等配合により失職した従業員のほとんどは KBS へ移り、放送事業に継続して携わったものの一部はのに下り、 tbci.co.kr というサイトを立ち上げるなど TBC 復活を目指し活動を続けていた。そんな中で2010年、リアキヒロ政権により新聞社による放送事業への参入が許容され、東洋放送を有していた。中央日報は日本でいうところのスカバーに相当する衛星放送やケーブルテレビ局向けに配信する。 総合編成テレビ局への参入を申し込んだ。同年12月31日に、東亜日報、朝鮮日報、毎日経済新聞と共に許可され、2011年12月1日、JTBC として再び開局した。JTBC は、復活 TBC、誕生、JTBC を発足時のキャッチコピーに掲げているが、 財閥系列の新聞社による放送掌握の試みではないかとする批判もある。現在韓国には SBS 系列の地方民放局として手具公益紙に TBC があるが上記の東洋放送とは無関係である。地方ネットワーク形成では文化放送に遅れを取った。いずれも廃局時のデータ。いずれもラジオ局。 AM2 社の周波数は、k b s 新大産ラジオの中継局に、韓国 FM は、k b s テグ局の音楽 FM 放送に、それぞれ転換。ありがとうございます。